はい、皆様こんにちは、なりわでございます。本日はちょっと気温も高めで、ね、11月ももう20日を過ぎてますのにね、なんだか9月か10月頃のような陽気でございます。そして今日ちょっとね、風がね、きつめでございます。ちょっと私ね、気になることがありまして、 YouTube のことでね、ちょっと動画を撮ろうと思ってお散歩しながら撮っております。いつでしたでしょうか、11月の19日だったでしょうか。規約変更が3つありましたね。1つ目は何だったかな、何だったっけ、まず1つ目ですけど、今までね、基準に満たしてない方たちは収益化できなかったですよね。そういったことで、広告がね、自分の動画に、つくことはなかったと思うんですが、今後ですね、来年からでしょうか、もうアメリカの方では始まってるようなんですが、順次日本も適用されるようでございます。何かと申しますと、今まで、収益対象でなかった、YPP に参加をね、してない方の動画にもその広告が掲載されるということでございます。ただし、その収益にはなりません。収益を得るには基準をクリアした上で、審査に合格したら収益が発生をしますけれど、それまでは広告は掲載されても収益にはならないということだそうでございます。そして、2つ目が、個人情報保護法の件ですね。今までは、特にアメリカはそういった個人情報、個人の情報を取得するということに関してね、結構厳しくなっておりまして、その中で、ですね、今度は顔ですね、許可を得てない方の特定個人のクリエイターといえども、個人の方の顔を撮影してアップすることはできなくなりました。他の方の顔を載せてはいけないということではないんですね。情報を得るためにそういったことをしてはいけないということだそうでございます。そして3つ目、何でしたっけ3つ目は、3つ目はですね、源泉徴収が適用されるということですね。それは、アメリカのですね、ここからの内容で収益を得た場合、そういった場合は、そこから厳選されるという内容のように私はちょっと思ったんですけれど、あまりちょっと詳しくわからない、多分そうだと思うんですね。だからアメリカのサイトの方、アメリカの方での閲覧者がこちらの、ね、動画をご覧になって、収益が発生した場合はそこから源泉徴収されるという確か内容だったと思います。まあそんなこんなでね、なんだかややこしいですが、まあ順次私たちは適用していかなきゃならないですね。今までね、チャンネル登録者さんが1000人以上で、半年間で、4000時間、長時間ですね、4000時間クリアしないとまず審査の対象になりませんでしたね、収益の。だけど今後は収益あるなしに関係なく、全く収益の審査もまだね、満たしてない方の、すべての方の動画に今後は広告が掲載されるということのようでございますから、そこで今までね、
広告がつかなかったのでできたこともあったと思います。そこを一番気をつけないといけないですね。今後はそこでよく皆様ね、規約違反で例えば一番怖いのは何でしょうか。著作権ですね。カラオケとかそういったものにも今までね収益化してないので広告は載りませんでしたから、まあわりかしね批判できた部分はありますけれど、これからは広告が収益の対象であろうとなかろうと、ね、載せられるということになってきますので、そこら辺はどうなんでしょうかね。そこのところはまだきちんと確認したんですけど出てなかったんですけど、まあそれは気をつけるに越したことないですね。よりなんでしょう、そういった意味では YouTube も狭き門になってきてるんでしょうかね。いいでしょうかね。もうこれは死の物言わないで頑張っていくしかないでしょうね、きっとね。今はどなたでも YouTube がね、動画を上げられる状態になっておりますので、特にここに来てね、かなりの方が賛同してきていらっしゃいますし、そこに持ってきて何でしょうかね、YouTube の動画傾向がかなり変わったような気がします。前のような、YouTube 動画とはちょっと様子が変わってきてるのかなという感覚も、なんか私の中ではありまして、だから私自身もちょっといろんな意味で意識を変えていかないと、これから先、やっていけないのかな、やめざるを得なくなってくるのかしらとか、いろいろちょっと心配な要素が出てきておりますので、ちょっと今模索中でございます。なのでこれから先ですね、動画の方向性というんでしょうか、変えていった方がいいんでしょうかね。今まで私はジャンルもなく、自分が感じたことを思ったことを経験したことなどいろいろね動画にしてきましたけれど、どのような動画を上げていけば皆様に喜んでいただけるのかなと、もう最近そこがねとてもね難しく感じておりますね。ご覧になる方の傾向も変わってきたのかもしれませんし、しかも最近新規の方がねあまり入ってこれにくくなってるのかなとも思ったりしております。いろんな意味で ね、なので本当難しいですね。やればやるほど悩みは尽きないです。それにしてもすごい風です。もう本当今日はね日曜日ということもあってお散歩してる方がね多いんですけれど、風がすごいですね。足元は落ち葉でございますからね、滑りそうで気をつけて歩かないとという状態でございます。まあとりあえずは様子を見ながら、一歩一歩、まあ適当にじゃないですけれど頑張っていくしかないのかなと思っております。皆様方いつもなりわの動画を視聴していただきましてありがとうございます。またお目にかかりましょう。なりわでございました。では。